いやー、6日目で来ちゃったね。はい、皆さんどうも、にじゃむです。6日目に来てしまいました。何が来てしまったか。十両の大一番ですね。白鵬対朝乃山です。今こいつ何言ってんだって思ったでしょう。そういう方はね、僕の昨日の動画を見てほしいんですけども、十両に白鵬がいると。はい、この力士狼牙ですね。狼牙のことです。狼牙、今日も万全の相撲で勝って5連勝としました。もう本当に右四つと相撲がまあ完璧すぎてるね。立ち合い、回し引く速さ、出足、そして寄り方、すべてがね、全盛期の白鵬のようなね、もう柔らかさと鋭さを持ったね、そんな力士ですね。その力士と対戦するのが同じく5連勝の朝乃山。これは楽しみ。これはね、めちゃくちゃ楽しみです。何がどんぐらい楽しみかっていうと、やっぱり楽しみな要素の一つに、お互いが右四つっていうことがあるんですよね。朝乃山も右四つ、そして狼牙も右四つと同じ右四つ同士、四つ相撲の本格派ということで、まあ、体はね、朝乃山の方が、まあ、一回りぐらいでかいんですけども、これは非常にね、楽しみな取り組みですね。ここできたかと。ね、6日目に来ちゃったね。十両はね、この2人以外勝ちっぱなしはいないので、明日は1人が単独首位に立つと、まあ、こういうことですね。まあ、この狼牙と朝乃山、同じ右四つと言ったんですけども、内容の充実度で言えば、これはね、もう狼牙の方がいいですね。朝乃山も昨日までは良かったんですけど、今日はね、結構危なかったですよね。勝ったけど危なかった。まあ、ちょっと強引に行き過ぎちゃったとこがあって、まあ、ここでね、これを、まあ、敗戦じゃないけど、この危なさ、この強引さを、まあ、いい薬にできたら、それはもちろん多分ね、朝乃山の方が実力はそうなんですけども、今場所の狼牙の充実度っていうのはもうね、本当に十両の力士じゃない。まあ、狼牙ね、先場所から十両なんで2場所目なんですけども、もう2場所目とは思えないぐらいのね、落ち着きしてますね。なんか仕草とかも含めてね、雰囲気とかも含めて、もう横綱ですよ。横綱ですよって言えんだけど、まあ本当2010年、11年ぐらいのね、そんな白鵬さんの時のようなね、そんななんか様子さえ伺えますね。この2人が対戦する楽しみですね。まあお互いに確実に右四つに組みに行くとは思うんですよね。狼牙にしても、まあ、朝乃山はね、もちろん自分の方が格上というか、まあ、強いだろうし、まあ、右四つ十分なんで絶対右四つに行くと思うんですけど、まあ、狼牙もやはり右四つに組んじゃうと、自分がいい形になった時には相手はね、多分もっといい形になってると思うので、ここをどうしていくかっていうのがまず見ものですよね。そして四つに組んでしまった場合どうなるのか。朝乃山といえど、やっぱり今の狼牙の充実度、なかなか簡単には勝てないとは思うんですよね。右四つとはいえね。それに昨日とか今日みたいに、まあ、ちょっと強引な感じでね、まあ、昨日も強引だったんですよ。強引な上手で行ったんですけども、その体勢で行くと確実にね、狼牙にもね、チャンスが出てくると思うので、朝乃山としても、もう万全の100%こうがっちりとね、上手も下手もしっかり引いて出ないと、まあ危ない相手なんじゃないのかなと思います。今僕の中で十両でね、一番注目してる2人、この対戦がね、6日目に来ちゃった。まあ嬉しいのか悲しいのか、まあお互いが全勝同士当たるっていうのは非常に、まあこう熱い展開ではあるんですけども、ここできたかと、まあ、そういう感じです。明日は白鵬対狼牙、これがね、楽しみ。まあ、十両のね、5番目の取り組みなので、まあ、3時前後ってとこでしょうか。もうね、待機してみたいと思います。待機できる人はぜひ見てほしい。十両の5番目の取り組みです。そして幕内にもちょっと触れたいんですけども、幕内も熱くなってきましたね。一昨日の動画で新しい大関発見しましたと、まあ、こういう動画を上げました。豊昇龍のことです。豊昇龍、今場所良かったな。良かったんですけども、今日は大栄翔相手に負けてしまいました。立ち合いからね、結構攻め込んだんですよ。攻め込んで土俵際まで持ってったけど、ちょっと体が大きすぎてね、
この的、大栄翔のつき起こす的っていうのをちょっとね与えてしまったなという感じですね、うん、大栄翔も今場所調子いいな。はい、これで豊昇龍はね1敗でも内容は良かったので全然悲観することはないと思います。まあ調子は良さそうですね。立ち合いから大栄翔を押し込むぐらいですから。そしてもう一人の勝ちっぱなしだった阿炎、こちらはね若隆景に一気の相撲で勝ちましたね。阿炎強えわ。まあ、先場所優勝してる力士にこういうのはあれなんですけども、いやー強い。若隆景に何もさせなかった、まあ、若隆景今場所あまり調子よくなさそうだけど、それにしたって強かったね。そしてなんといっても貴景勝ですよね。貴景勝今日は結びで玉鷲さんとでした。うーん、何もさせなかったね。ほとんど何もさせずにしっかりこう押し切ったと。うん、まあ本当になんかね、まあ、翔猿戦では負けてしまったんですが、相手のペースにはまって、でもやっぱり調子はいいのかななんて思いますね、うん、まあもちろん勝ってる力士は調子はいいんだろうけど、それにしてもねちょっと後半戦楽しみですね。いやー上位がねまあ面白くなってきましたね。まだ他にもね幕内の下の方に碧山さんとか琴勝峰とかね、まあ全勝の力士はいます。いるんだけどやっぱり上位のね力士たちっていうのが、うん、これからどうこうね戦っていくのか非常に楽しみですね。やっぱり全勝の阿炎、そして貴景勝、そして次の大関候補筆頭の豊昇龍、そしてね今場所調子のいい大栄翔、この4人、この4人がまあ中心となってね、うん、幕内の上位の取り組み盛り上げていくんじゃないかな。まあ、ここにね碧山さんだったりとか琴勝峰だったり、まあ、それにまだ、ね、2敗の力士たちも、まあ、3敗ぐらいまで、まあ、全然ねあのチャンスあると思うので、最近はねここのらへんがねどうやっていくのかっていうのが、まあ、本当楽しみですよね。明日の結びの一番は全勝の阿炎対大関貴景勝ということで、これも楽しみだね。本当にどうなるんだろう。阿炎今強いからね。でも貴景勝も先場所優勝決定戦で負けちゃってますから、まあ続けて負けるわけにはねいかないでしょう。相手平幕だし、まあ、阿炎強いとはいえね、うん、貴景勝の意地か、この阿炎のめちゃくちゃ強力になった突き押し、うん、もうえげつない、もう引かないもん阿炎ね、もう突き切っちゃうもんね、うん、すごいわ。まあ他にもたくさんね注目の取り組みあるんですけども、明日はねとにかく重量の朝乃山対白鵬ことローガ、そして結びで貴景勝と阿炎、この2番注目だね。そして幕下ではね宮城野部屋の落合くんがあの皆さん大好き秋瀬山さんと対戦します。これも楽しみだね。はい、いやー本当明日もね目が離せない取り組みたくさんあるんで、しっかり楽しんでいきたいと思います。ということで終わり、アディオス。